誇り戦場に示さん。小田原は落城、北条氏は滅び、天下は秀吉の手に落ちた。だがやがてその秀吉も没し、次の天下をめぐって世は騒然とし始め、徳川家康の東軍、石田三成の西軍、慶長5年諸大名は二つに分かれる。立花銀千代は西軍に味方し、御敵島津家の義弘と共に久瀬川で東軍と対峙した。銀千代は決戦の前哨戦を完全勝利で飾らんと士気を高めていた。世に義なし、ただ純然たる勝利があるまでだ。第3話久瀬川の戦い、完全なる勝利を。この戦はこの後の天下争奪戦への布石、つまり完全勝利が必要不可欠ってわけだ。何を武士とお見受けなさい。岩を見せるから、さあ俺に締めておこう。打ち取った。ブバタン本体への退路を確保します。強いのも罪だが、美しいという罪。そうか、そういうものを。面白い娘さんだ。してまいる。敵の退却路を防ぐ。あれに続け。血の匂いがする。もう始まってる。足での旅路へ案内する。よかった、次は気持ちよく君を切れる。ムキにならないでよ。また後で遊んだ。かくなる上は華々しく散るまで。せめて人たち、せめて一矢報いん。立花が打ち取った。
きとわしまで嬉しくなる。皆は島津に当たれ。我らは本陣を突き隙を作る。者のすることなり。敵将橘が討ち取った。やるではない。手加減無用です。実力のほど見せてもらおう。
むしろ死を。